えいえい、えまえで、レントです。ゼルダの伝説ブレスオブザワールド、続きをやっていきたいと思います。はいよ、はい、お願いします。怪しかったな今。あ、続きやっていきますよ。はいよ、はい、前回この水の神獣バールッタ、ゾーラの里の水の神獣バールッタをガノンから解放して魂となって生き続けてたミファを解放できたと、ドルファン王とかシド王子もめっちゃ喜んでくれてたね。うん、うん、おいでやね、うん、その次に、うん、このインパを訪ねて、うん、うん、果ての村の古代研究所で修理すればこれから進むべき道しるべになるかもしれないと、シーカーストーンのちょっと壊れてるみたいなん で、はあはあ、でこの拡張機能を解放してもらおうということで果ての村の研究所に向かいたいと思います。はい、おい、そこに馬小屋あるからさ、ちょっと馬捕まえてし見てくれへん。はいはい、馬ゲットできたんや。そう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 、結構むずなかった。頑張ってん。おー、やるやん。ちょっとエポナ野良でいるらしいからさ。あ、マジでか。なんとか捕まえたいなこの人やんな。そうそう、うん、そう、そこら辺にいる馬は、はい、登録することで自分の馬にできるんで、うん、連れ出す馬を連れ出すのですね。どの馬を連れていきますか。イートコン。お前白滝にしようと思ってんけど、まあどっちでもよかったで。うん、ああ、選ぶ。糸こんでよろしいですかって言わすね。馬は街道沿いだったら自然と街道に沿って走ってくれますよ。馬は実はオートラン機能があるんですわ。へ、道はちゃんと勝手に進んでくれて、うん、景色を楽しんでみてはいかがですかと。はいはい、糸こんの、あ、尻尾のこと。そう、かわいそう。いや、かわいいやろ。そしたら、果ての村が確かこの辺。あ、テントかな、ね、これもう解放してくれてんねんな。そうそうそう、確かな、うん、ここがなんか研究所やったと思う。うん、ほな、ちょっと馬乗って向かいたいと思います。はい、せっかくなんでね。便利よな、この太鼓の数、周歩っていうんやけど、馬で加速、最大加速すること。この太鼓の数が馬によってちゃうねんな。あ、そうか。うん、だからこいつはかなり頑張ってくれる方。橋渡んのかい。渡らへんな。渡らんと右。おう、うん、お願いします。音変わるのもいいな、音楽。そう、馬乗ってるとな。あと、引き倒せんの知ってた？引き倒すってこと？野良でいるさ、鹿とか、うん、キツネとか。そうそうそう、小さい動物はな、うん、ボーンって、うん、そうそう、引き飛ばしてお肉に変える。びっくりしてさ。なかなかの能力をお持ちやで。あ、ごめんと思って様子見に行ったら肉になってはった。ああああああ、私今ね、スティック操作してないんですよ。あ、ほんまや。え、馬はね、右下の白い道は基本的に勝手に走ってくれるんで、すごくこう景色楽しみながら。あ、ガーディアン、ガーディアン、ガーディアンいるな。この辺動き出すやついるんちゃう、もしかして。どっかにいたで。ああ、怖いな。ただちょっとスピードを出しすぎると、うん、あ、ちょっと怖い怖い。道からそれてしまうんで、うん、まあゆっくり走る分には、うんうんうん、オートラン使ったらいいかなと。いいですね。うん、めっちゃ快適。うん、誰かやるな、キャンプしてはるわ。そうやな。うん、お願いします。この音楽がすごく敵が出てきそうな音楽で。確かに、このイトコンの、あ、ごめんごめんごめん、カップル咲いたみたいになってる。ちょっとイトコンええやん、気に入ったわ。あ、消えた。うん、でこれ撫でてハートが出たりするな。夏木魔法やから。もう夏木マックスやったよ、それでびっくりしたよ。もう撫でまくったわ。エサとかいっぱいあげたよ。エサあげてへん。あげてんの。もう一生撫でてた。あ、ここですか。着きました、果ての村。あ、え、やや、はい、だ、誰だ、こんな時間に会えすぎるぞ。確かに夜に来てしまったからな。お前そらそら、うん、よく見たら俺たちと同じハイリア人じゃねえか。ハイリア人に悪いやつはあんまりね、騒ぎ立てて悪かった。もう行っていいぜ、旅の途中で寄ったんだろ。大体のものならよろず屋で揃うだろうし、宿屋なら奥にあるからよ。あ、ありがとうございます、タデさん。タデさん、うん、ありがとう、ありがとう。ちょっと見させてもらおうか。ね、お店とかがまたあるんで、うん、いいね、かかりこ村みたいに。ハイリア人って少ないの？ね、
まあ、いろんな種族がいるからむちゃくちゃ多いっていうか、うん、じゃあハテナ村はそのハイリア人の集まる春村、そう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 、インパ様曰くは、100年前の戦いで生き延びた数少ない村やと。あ、言うたってた。うん、お店ちょっと。お、お酒売ってる。え、牛乳やで。牛乳か、ええー、な。牛乳、牛乳。フレッシュミルク。買って。え、買うの？ああ、でも荷物持ってへんかも。おお。ミルクはどうやろうね。フレッシュミルクだな。あ、もう全部か。36ルピーやって。あ、安いや。あ、コンビニより安い。景気がいいね。あ、ありがとうございます。あとは装備屋さんも。あ、服屋。うん、服屋さんだったな。すごいな、おしゃれやな。の、まあすげえ夜中やと思うけど。確かに。失礼します。はい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 。お、お。ここでね、防寒着僕らも持ってるけど。そうか。うん。あのね、最初のチュートリアルで取らへんくてもいけんねんな。あ、そうなんや。うん、取らへん人はここでゲットできると。へえ、うん。しよかった。ちょっと強い鎧これ。え。ええんじゃないこれ。買おうや。なあ。え、帽子買おうや、帽子。いや、全部買うけど。買っとこう。はいよ。はい、あれたす。いいね。こっちは持ってんな。うんうん。うん、前の村で買ったから。めっちゃ炭に反応。ほんまな。いやあ。お疲れ様でーす。ベントエストは夜でも営業しております。私にご用ですか？端っこ。うん。あ。私、端っこで見にくいですか？でもここが定位置ですので、何卒ご了承くださいませ。他にご用はございますか？なんかショップ店員みたいな感じだな。うん、確かに。うん。隅の方でちょっと様子。あ、ほんまやな、サンダル。の。うんうんうん。ありがとうございます。じゃあな。しっかりと買い込ませていただきました。お、いとこ待ってくれてる。あ、いとこ行こうか。ちょっと雨降ってるけど。寒いわ。結構あの、かかりこ村より、なんていうの？栄えてるよな、人も多そう。うん、ほんでね、うん、ここ絵の具装備の色変えれるんですよ。マジでか。ええ、着色屋さん。へー、なかなかファンキーな人がちょっとやってんだけど。キヒヒヒ、よしよし、人生いろいろ、服もいろいろでしでおなじみハテナザメのこちらへようこそ。シェイ、染色素材を、染色素材をお持ちになれば、手数料、サービス料、すべて込み込み。お持ちの洋服を好きな色に、たった20ルピーで、染めまして！すごい。ってことなんで、まあまあ今はちょっと必要ないんですが、はいはい、まだまだ寄させてもらいます。ほな、イタコン行こうか。いいな、曲いいな。曲いいよな。リンゴもいっぱいある。後で拾おう。うん。すげえなんか上被災士みたいな曲やな。確かに、うん、トトロ出てくるから。出てこない出てこない。結構上の方なんや。じゃあそう、もう一番上にあるんですわ。あのインパ様がぜひ寄ってって言ったかな。うん、寄った。あれやね、 あれが、うん、研究所です。居場所にあるな。そうそうそう、大きい望遠鏡みたいな感じな。あ、打ちそうで怖いわ。行きます行きます。はーい、綺麗やな。うん、うん、到着しました。よいしょと、ジャンプ。あ、気に玉。これあれやね、果ての古代研究所、ワープする時のこの。ほんまやな。うん、そうやね、シーカーストーンを研究してる施設、果ての古代研究所。かまどは熱い、触るな。ほう、ここにかまどが。うん、火ついてへんけどな。そうやねんな。ちょっとやってみます。うん、はい、どうも。え？なんか。な、ちっちゃ。玉ねぎみたいな。おはようございます。ここは果ての研究所でございます。所長にご用ですか？所長なら奥でございます。何分多忙の身ですので、手短にお願いしますね。ほんまなんか、丸球店員みたいな。の、no. うん、頭ないもん。この人かな。うん。あ、どうも。はい。シモンさん。うん。おはようございます。これだけの数の書物をご覧になるのは初めてでございましょう。ここは古代文明に関する
文献が集められておりましてですね、その数たるや、なんと、ん？もしや、その腰のものはシーカー？ほう？いや、間違いない、本物のシーカーストーンじゃないですか。実はこの私、恥ずかしながら実物を見るのは初めてでしてね、実際にどんなアイテムが入っているのか教えていただけると大変参考になるのですが、あ、こんな感じ、こんな感じ、ビタロック、ふむふむ、マグネキャッチ、はいはい、リモコン爆弾にアイスメーカーと、それからそれからアイテムは以上ですか。なるほど、あれおかしいな、基本アイテムが入っていないとは、何らかの理由で何らかの理由で欠損してしまったのかもしれませんね。ほう、ああ、私としたことが、自己紹介が忘れてました。私はシモンと申します。あなたはリンクさんですよね。お、どうして名前を、インパ様からすべて聞いてますよって。聞いてたんかい。あのばあさんやるな。LINE 電話とかしはったんちゃう。ありえる。うん。シーカーストーンを持った青年が現れたら力を貸してあげるようにと。そのものこそが快晴の眠りより目覚めし希望。名はリンクであると。はあ。ああ、私としたことが、大事な報告を忘れてました。リンクさん、あなたにではなくですね。所長、聞いてください、所長。なんと、本物のシーカーストーンですよ。シモンさん、少々ちゃうかな。なあ、奥にいるって言ったんだよな、さっきのマルキュー店員。ああ、そうでした。所長の紹介がまだでしたね。ほう。所長なら、今ちょうどあちらに。あの方こそが、果ての古代研究所の所長にして、古代研究の第一人者、プルア様です。ほう。はい。ジェキー、はい、ジェキー、私は研究者としてのプルア様に心酔するもので、幸運なことに助手を任せられております。ところでリンクさんだけには知っておいてほしいことがありまして、実は所長、見た目こそ少女なのですが、いや、私の口からお話しするのはやはりちょっと恐れ入りますが、プルア様本人から聞いてみてください。いや、怖い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 、怖いな、これ怖い展開やな。怖いな、怖いな。だってインパ様と知り合いなんやろ。うん、うん、インパ様100年前にご存命やったからね。あ、うん、あ、どうもリンクです。キャハハ、びっくりした。ここの所長はシモンじゃなくて私なのでした。きついなこれ。チェキチェキ、すごい、あー、すごいの出てきたな。ほら、ほんまや。へえ。ねえリンク、快晴の眠りって夢とか見るの？100年前の印象といささかも変わらぬけれど。いささかも変わらぬけれどとか言い方すごいな。いいな。その後の調子はどうかな。でもこうして5体満足でここまで来れてることが健康な証拠だね。うーん、ん？リンクったらなんかおかしいぞ。まさか私のことを覚えてないってことは、チェキチェキ。絶対に覚えてない、うん、うん、まず覚えてないな。ショックすぎてプルは立ち直れないかも。もう100年前厄災ガノンにやられたあんたを快晴の祠まで連れて行ってあげたのに。あ、この人が連れてきてくれはったやん、あの最初の祠に。へえ、それはありがとうございました、うん、そして傷ついたあなたを快晴の眠りにつかせてあげたのに。へえ、やばい、恩着せがましいなあ。やばい、古代研究によってこう安全な眠りについてたってことなのかな、リンクが。うん、なるほど。それなのに、まさか。すみません、あの本当に覚えてないです、すみません。ほむほむ、予想通りじゃな。
快晴の眠りは100年経過時点で記憶が欠落することがあるらしい。メモメモ。あー、片付けない。唐突なメモメモは私の悪い癖なのね。逆にそっちから何か質問。逆に、ああそうね、子供に見えますけども、プラさん。しっけいな。しっけいなってことはないか。実は実験に失敗しちゃってさ、失敗っていうかある意味成功っていうか、真実は上の日記帳に書き残してあるけど恥ずかしいから読んではならぬよ。はい、この話おしまい。本題に戻ります。100年の時を超え、再び力を貯めつつある薬剤ガノンを倒し、我らがゼルダ姫を救い出す。そんな気概がもしもあんたにあるなら、このプルアシーカーストーンに欠けてる基本アイテムを復活させてあげちゃうけど。あ、なんか試されそうな感じやね。うん、あ、じゃあちょっとお願いします。はい。そう来ると思ったし、じゃあ早速お使いの方お願いね。お使い？お使い？え、何その顔。シーカーストーンをタダで直してもらえるとでも思ったかな、チョキ。怖い。この人ほんま怖いな。思ってないです。はい。うむ、最近の若者にしてはいい心掛けじゃの。ていうか、そっちも100歳超えてるのか。んじゃ、お使いについて説明するね。この研究所の外壁に火のついてないかまどあるよね。うん、さっきあったな、火ついてへんって言ってたやつ、ちょうど。うん。古代炉から青い炎を持ってきて、そのかまどに火をつけてくれない？そしたら、この誘導石ちゃんが動いて、欠けてる基本アイテムが復活するって段取りよ。へぇ。おんおんおん。若い娘が段取りなんて言葉扱うだろうか。まあ、いっか。んじゃ、青い炎の方、よろしくね。あ、ゼルダの道しるべ。おー、いいね。ちょっと更新されましたね。うん、はい。果ての村内にある古代炉から青い炎を運んでかまどに点火しようと。うんうんうん。なるほどなるほど。この誘導石、多分いつものあのインストールできるやつやね。おー、機能データを。うん。なるほどな。これを動かすには表のかまどをつけんといかんと。ほう。うん。ちょ、2階の日記読みに行こうや。あ、ちょっと気になるな。うん、あ、ナイス、松明。欲しかった。火つけるってことはそういうことやろ。2階ってそっから行くんやったかね。あ、ここにあるわ。おー、あ、すごっ。ここに来てはしごない。あれ、え、マジでか。ここ使え。2階行くむず。なんかちょっとハローネイバー思い出すな、この作り。確かに なあ、ハローネイバー好きやったね。なあ、あの隣人さんのゲーム。あ、階段あるわ。お、いいね。すごいな。もうちょっとパワープレイになるけど、あ、そこに階段があったんか。あ、2階っていうか3階になるけど、うん、もうほぼ屋上。はい、どうも。お、いいね、かわいい部屋やね。なあ、これ、あ、違うな。あと上かな。なるほどなるほど。到着。お、いいね。あ、ここっぽいな。ここ、あー、あったな、調べる。これ日記やろ、どう見てもここぞと。怪しいな。はい、古代技術アイテム、アンチエイジ開発日記、絶対見ちゃダメ、バイプルア。これやろ、これをやらかしたんやろ、あいつ。最初のページ見たろ。はい。丸月バツ日、新アイテム、アンチエイジの開発を開始する。使用通りに実装すれば若返りが可能になるはず。このアンチエイジが開発すれば、退役軍人を若返らせ、ハイラルの軍隊を増強することで、薬剤ガノンが復活した際には強大な防衛力となり得るだろう。軍人だけでなく労働力の増加も期待できる。ぜひ平和的利用に役立てたい。まあ、ここまではちょっと分かんねんけどな。うん、うん、完成を目指したったやな。おお。うん、月ん日、新アイテムアンチエイジのベータ版が完成した。早速自作のシーカーストーンに機能を追加する。自作のシーカーストーンって言ってたな今。へー、
私自身が被験者となるためアンチエイジをシモンが起動、そして私に照射してもらうことに。照射20秒後全身に倦怠感と発熱を感じたので実験は中止。怖い怖い怖いな。猛烈な眠気もあり、今日は早めに就寝、明日からアンチエイジの解析をやり直すことにする。アンチエイジ照射後2日目、全身の倦怠感はやや緩和。鏡を見てみると頭髪が床まで伸び、溝のように深かったシワがほぼなくなっている。すごい、すごいな。アンチエイジの実験は間違っていなかったようだ。あ、ごめん、実装やね、実装は間違っていなかったようだ。ただしこの驚異的な若返り速度は想定外だったと、うん、はいはいはい。シモンを叩き起こし、すぐに全身の診断を決行。身長、体重、視力から血液検査、心電図、骨密度。ここでできる限りのすべての検査の結果、シーカー族の50代女性の値が出ていることが判明。ほう。ほう。というわけで、一晩で70歳以上の若返りに成功か。明日目覚めたら、胎児になっていなければよいが。確かに50歳以上の若返り、一晩で70歳以上、ということは120歳やったってことやんな。120歳から70歳若返って50代になれたと、むちゃくちゃやなあの人。はい、次。アンチエイジ照射後3日目、みなぎる気力とともに起床。こんなに眠れたのは何十年ぶりのことだろう。すぐに鏡で自分の姿をチェック。若かりし日の自分がそこにいた。ほう。シモンの診断結果では全ての数値がシーカー族女性の30歳前後の値を示していた。30歳、大厄災で世界が崩壊した後ようやく研究を再開できるようになった時期。いや、そうやね、100年前やから20代で大厄災を経験してると、そっから10年後の研究が再開できるようになった時期に戻ったと、シーカーセンサーなどのアイテム類の機能拡張の研究を始めたのもこの頃。へえ。この子たちの機能拡張が完成したのは私が80歳の時だっただろうか。ほう。いずれにせよこの子たちはいずれ目覚めし天才剣士くんに託すつもりだ。ああ、リンクのことやね。リンクのために研究をしててくれたと。そしてゼルダ姫を飲み込んだ厄災ガノン討伐の助力になればと切に願う。アンチエイジ照射後4日目、起床後いつもの健康診断を実行。各種数値はシーカー族女性の20歳くらいの、それまた若返ったな。やばいな。当たり前だけど100年前の私にそっくり。そして大厄災が起こったのもちょうどその時。ガノン1万年にわたり音沙汰がなかったらしいが、つい100年前に溜めた力を解放したというのか。思い出したくもない。無慈悲なる破壊と殺戮、ハイラル城を、ゼルダ姫を、我々は全てを失った。いや、正確には全てではなかった。100年前の私の姿に全身を座礁した青年が担ぎ込まれた、その青年の名はリンク。リンク。ハイラル城の歴史上最年少で昇格し、ゼルダ姫直属の近衛騎士に抜擢された天才剣士。そうなんや。そうやったよね、100年前か。その天才剣士くんですら厄災ガノンの前ではかような姿となり果てるのかと思ったものだ。ハイラル王家と我らシーカー族の学者は太古より因縁があるが、選択の余地はなかった。爆風の中、ゼルダ姫の残したシーカーストーンと天才剣士くんを快晴の祠まで担ぎ込み、詳細な臨床実験もできてない快晴の眠りをその天才剣士くんに施した。それが当時の私にできた全てだった。なるほどな。面白いなこれ。な。アンチエイジ照射後5日目。起床後、
目視にて赤い発疹を確認。ほう。成分を分析するとただのニキビだった。ほうほうほう。健康診断の数値を見るに、体力や精神年齢は10代中半にまで対抗してるっぽい。精神年齢も変わってくるんや。なんかちょっと変わってきたよ様子が。それにしても最近シモンの目つきがマジエロい。なんなのあいつ、マジムカつく。血液検査とか言いながらベタベタ触ってくるし、それくらい自分でできるっつーの。しかし今後の実験はどうしようかな。外のかまどの青い炎はもう弱まってきたし、このまま誘導石がストップしなきゃいいけど、ちょっと変わってきたよな様子が。うん。アンチエイジ照射後6日目、またまた若返って、見た目も体力も6歳くらいになったっぽい。背が縮んじゃって、高いところのものも取れないし超不便。てか、快晴の眠りについた天才剣士くんはいつになったら起きてくれるんだろう。このまま目覚めてくれないとシーカーセンサーとか機能拡張が持ち腐れだ。でも運よく目覚めたとしても、ここまで来てくれる保証はなくない？リンクを叩き起きしに行きたいけど、シモンは頼りにならないし、6歳の体ではいろいろ面倒だから、年齢を進めるアイテムを開発しようと。ほう。とまあ、なんかちょっと実験をしてたと、うんうん、なるほど。なかなかとちょっと日記まだありそうやけど、うん、うんうんうん、ちょっとまだ読もうかな。面白かったなこの日記なあ。6歳まで登ったんや、うん、じゃあ、あれは。ほんでこのリンクがどういう人やったんかっていうのもちょっと書いてあったね。そうな。うん。最年少で、あの姫直属の、あの騎士として選ばれたと。うん、うんうん、剣がすごくお上手やったよね。これ家見た？今上の方に。うん、まだあったな。でも上、おちょちょちょ、ガーディンのものが飾ってあったで。マジで？ほら、あ、ほんまや。あのほら、その、あ、てかガーディアンやんこれ。そう、それ。あ、ほんまや、頭やこれ、かわいい。ポストみたいなんが。ガーディアンの頭がポストになってんや。すごいな。はんはんはん。ブラックジョークがすごいでは、積んであるし、あっちは。ほんまやな。でも、まあ自分らの技術みたいな感じなんやろな。あ、そっか。予備みたいな。わからんけど。ほなほな、ちょっと今回はこの辺で、うん、次はこの、言ってはったかまどに青い火を焚くとこから、かまどに青い火を焚くとこから始めましょうと思います。はい、始めようと思います。はい、ほなほな、次の動画でお会いしましょう。アーツパーン。